そっと逃がしてあげるわけだね。スラッ！おお、連れてきてくれたか。よし、それじゃあ始めるとしよう。よーし。いよいよ実験開始ってわけですね。それでどんな実験なんですか？こいつらを使って改造妖怪を作るのだ。改造とかって言葉の響きにはワクワクするけど、さすがにそれはまずいんじゃないかな。まずくない。実験の役に立てればこいつらも喜ぶはずなのだ。それは違うだに。きっと怖かっただに。だから実験室を逃げ出したんだに。うるさい。殺される殺される。私の邪魔をするというのなら排除しなくてはいけないね。許せないだに。実験動物には優しくするだに。もう実験動物っていう時点で優しくないけどね。マジかよ、バトルかよ。依頼人だろ。破れかぶれ院長が現れた。じゃあちょっととりあえず聖剣バーニングでもお見舞いしましょうか。ダブレカブレ院長、声うるさいよ。ああ、ダメだ。いっけい、チャージ完了。聖剣バーニング。何あれ、なんかめっちゃハートマーク出とるけど。なんかあった？お大事に、死んでるし。お大事にって死んでるし、やだ。感じにしないで、そこ。あ、やばい、避けてない。マジか、そこの3箇所か。いやー、体力。おう、ベイダーモード。超パワーアップだよ。超パワーアップしたのに意味がない。ちょっと待ってね。とりあえず。はい、まずい漢方を、ウサピョンに。そして、レイダーモード。さあ、いけ、ウサピョン。チャージ完了。そして、極太ウサビーム。どうよ。いいね。やった。力を使い果たしてしまった。なんてこと。この棒のおいで。ちょっと回復を。回復をお願いします、ホノボーノ。スリートもやけどさ。チャージ完了。ホノボのフィールド。もう顔が超可愛いんですけど。よし。そして、ちょっとほら。ワカメさんに代わって。ワカメスター。いけい、回せ回せ回せい。あんまり体力減ってないね、ブレカブレ院長。チャージ完了。そして魅惑の海藻カーニバル。私回復系いすぎなんだけど。回復は大事なんだけどさ、特にこういう戦いの時。でも回復だけされても困るんだよね。おっしゃ、いけい。メラメライオンがもう大事だよ。聖剣バーニング。ボーミスかーい。このタイミングでミスかーい。じゃあちょっと、よし、これでウサピョン回復。そしてウサピョン回復からの、よし、ちょっとアイテム使いたいんだけど、使わせてくれるかな。よし、アイテム。ほんのりでしょ。これだ、そこそこ回復。ウサピョンに。そしてちょっと、ワカメスターと交代して。で、ちょっとツリーとも、回復を、お願いします。みんなで回復を。世界平和のつぶやき。よし。
あ、やべえ、お大事に来る。みんな後ろに下がって、後ろ後ろ後ろ。はい、オッケー、これで回避。そして横一列も変わらない。はい、残念でした。イエーイ、ナイスでしょ。このボールの助けが消えた。ウサピョン、ベイダーモードになってくれんかな。心チェンジ。心を取られておかしくなっ、スリート、スリートしっかりお祓いしとくね。心を取られるってどういうことだ。お祓いお祓いお祓い。よっしゃー、お祓い完了。あ、ワカメスターの助けも消えちゃったよ。さあ、ここでメラメライオンの聖剣バーニングをお見舞いします。チャージ完了。聖剣バーニング、よし。お、いいぞいいぞ。じゃあちょっとお祓い、おーし、頑張ってウサピョン。お祓い完了。そして必殺技、ちゃんと今度は正面に来たけんね。私、正面じゃないと当たらないということを知ったから。やべえ、繋がらねえ、焦って。おーし、チャージ完了。極太ウサビーム、弱いよ弱いよ。じゃあちょっとみんなの助けが消えたけん、スリートの助けだけでも頑張ってくれ。チャージ完了。世界平和のつぶやき、よし。そして、あ、技 OK。 これで聖剣バーニングでとどめはさせれるかな。そこまではいかんかな。チャージ完了。聖剣バーニング、これが一番効きよる気がする。さあ、みんな追撃を。どうよどうよ。お、よっしゃー、イエーイ。結構地味な攻撃で最後はとどめを。勝利。よし、これで実験動物たちは無事。はあ、なぜお前がそんなに熱くなる。何？ミーは昔実験動物だったんだに。でも、博士は絶対ミーが嫌がることをしなかっただに。そうだ、博士はいつも、ミーに夢を聞かせてくれただに。ミーと出会った記念日には、ケーキも買ってきてくれただに。すげえな、そんなの覚えとんや。なんていい友情なんだ。泣きよるし。いいな、友達。私はずっと一人だったからな。なわけないだ。何言ってんだに。実験動物妖怪たちは、ユウの友達だに。私は、友を亡くすところだったのか。許してくれ、実験動物妖怪たち。名前をつけてあげてくれ。泣くなだに。わかりゃいいだに。で、依頼は？私は、どうも、研究に集中するあまり、大切なものを見失う癖があるようだ。これまでにもいろんなものを失ってきたような口ぶりですね。だけどこいつらだけは守りたい。自由にしてやりたいんだ。だから、最後の頼みを聞いてくれ。私を海岸に案内してほしい。何？ユウ、思ってたよりいいやつだに。案内するだに。ミーたちについてくるだによ。え？もしや実験動物妖怪たちを逃がすの？だとしたら結局友達を失うことになるけど、それはよろしいのかね。まあ、でも納得した上でならよろしいのだろう。
さあ、行くよ。あの子たち亀よね。そっと逃がしてあげるわけだね。これを解決してしまったら時間が戻るんかなって思ったら、このまま別の依頼し始めたいわ、もうなんか。ね、中途半端に。はい、到着ー。もうおるやないか、案内線でも。これでお前たちは自由だ。泣いてなどいない。これは海水だ。海水が飛んできたのだ。感動のシーンか。ああ、みんな、普通に留まってくれるんかと思ったら、離れてくんやな。おう。そうだ。さっさと行け。お、なに？行くんかーい。元気でやっていくんだぞ。いつかまた会おう。大きくなるだによしんみり。ん？どうした？え、なにこの感動的な雰囲気。感動的なんだよ。ん？え？よし、あれで試してみるとしよう。え？これが成功したらきっとボスも喜んでくださる。クックックック。こいつが出てきたのケータの方じゃなかった？いいんじゃねえのよね。君たち世話になったね。これは私からの感謝の気持ちだ。ヌー第18号を手に入れた。それはまさかのヌーじゃないっすか。ああ、エイリアン誘拐事件の特集号だ。やっぱり私はこういうものに惹かれるようでね。まあ、確かに、そういうマットな見た目してますしね。え？マットな見た目？ありがとうだに。まあまあ、何にせよ、サンキューベリーマッチだに。クエスト、廃病院の秘密実験、バッチリ解決。イエーイ。さあ、このまま続けさせてくれ。ルーレットボーナス。よーし、来い、スタミナムアルファ。あー、これは来ないな、白だな。うそー、ドーナツ。ケータに切り替えたらストーリーがリンクする？あ、このままの時間や。ということは。まだここにいるのか、君。はい、ということで。じゃ、今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。